将棋将棋の先方拒否者横不取り、横不取り八五飛横不取り八五飛は、将棋の先方、横不取り先方の変化の一つである。中座飛車とも呼ばれる。横不取りの中でも、後手が主導権を握ることが多い先方。飛車先の歩を交換した後、八七歩に対して飛車を八五に引く。金銀四枚を自陣に置き、飛車、角と左右のかつらで攻めることが多い。 ほとんどの場合、囲いは中原囲いを用いる。中原囲いの優秀性もあり、八五飛戦法は一時期、後手番としては異常な交渉率を見せた。この戦法は八五飛を咎められないことが前提条件である。先手が角交換から九六角と打つなど、いくつか対抗手が試みられたが、八五飛という手自体を咎めることは不可能という結論になっている。 プロの対局では、中座間が1997年8月26日の C 級二組順位戦で採用したのが最初である。そのため、彼の苗字と五段目に置かれた飛車の位置をかけて、中座飛車とも呼ばれている。中座本人は、対局相手に警戒され用いる機会が少なかったが、同じく C 級二組順位戦で同じ部屋で対局していた、野月博樹が、その一局を、 たまたま見て、先方の優秀性に気づき、その後の対局で多用した。そして翌年、井上啓太が、永久順位戦の最終戦でこの先法を用いて、勝利して5勝4敗で、永久残留を果たし、米長国夫が4勝5敗ながらも永久陥落という、劇的なドラマが生まれるなどして、注目を集めた。そのようなこともあり、この先方は、生みの親が中座。 育ての親が野月、野ズ世間に広めたのが井上とも言われている。なお、この先鋒の創始者として、中座シーンは、第26回、マスダ構造賞を受賞した。将棋世界2007年9月号の、現役騎士が選ぶ衝撃の新手、新先鋒ベスト10で、藤井システムに次いで2位にランクインした。興味深いのは、野ズが、 飯塚ずかと戦った1998年度の早指し新鋭戦での一局である。野月は対局前のインタビューで秘策を考えてきたと語った。その秘策とは、初手一六歩とついて、先手番で無理やりに中座飛車にするというものであった。また、この先方の恩恵を受けたのが丸山忠久である。1999年度の永久順位戦では、 あと哲外の4局すべてでこの戦法を用いて1位の成績となり、佐藤康光名人への挑戦権を得る。そして迎えた2000年の名人戦でも、やはり丸山があと哲外の3局はすべてこの戦型を選択した。この戦法での勝敗は、順位戦で3勝1敗、名人戦で1勝2敗という微妙な結果ではあったが、丸山が名人になれたのはこの戦法のおかげ。 とする向きさえある。ただし、当時の丸山は逆に先手番を持って相手にこの先法を指させても強かったという。なお、丸山は1999年度将棋大賞の最多勝利賞、連勝賞などを受賞している。この先法は多くの騎士によって研究され、様々な荒手が生まれた。後手の手としては序盤で飛車を角筋状の午後へ動かしてしまう。 八五飛松尾流先手の対応策としては、連続の伏手で、飛車の動きを封じ込める山崎荒手、八七歩と打たないことによって八五飛と引かせない、山崎流威力のままで、より攻撃性の高い陣を組む、新山崎流などが、特に有名である。後手の飛車を五五に回す松荒手は、1999年11月の、王座戦予選で最初に刺されたが、元は、 橋本隆則が松尾との10秒将棋で冗談で刺した手である。その10年後の2009年に復活を遂げる。イメージと読みの将棋界にによると、松尾新手が最初に刺されてから2010年までの後手成績は65勝70敗であるという。同書によると、図2では後手には55歩の他に75歩もあり、一時期は54歩も刺されたという。午後,後は、 以下四五歩五四飛三三角なり同型六六歩などで、後手は七五歩として八三角に四五かつら、同型四六角などや、再度五五歩などが挙げられており、一方で七五歩からの進行は一例として三三角なり同型三五歩二五歩一六飛八四歩、三四歩,比歩,歩同比五六角五四飛三四歩二二八角のほか二十と七六歩などの手順がある。 以前から指しているという羽生義シや佐藤、康光によるとこの戦形は下手をすると、積みまで行くような将棋で、この戦形を研究していてこの先15手から20手先で何かを用意していないと指せないとしている。また谷川康二によると、先手よりも後手に選択権があるので、先方として新たな展開が見込めるという。 また、ズサの新山崎流に対する二三歩は2006年9月に行われた王将戦リーグで初めて指されて、イメージと読みの将棋官によると第1号局から2010年3月までに17局指されて、後手の10勝7敗となっており、当初は荒手を指した郷田正隆がその一局を敗北したので注目されなかったが、その後先手がこの局面を避けるようになる。 現在では定石型となる。この順は、渡辺明や羽生義晴によると異欲であることや六四歩型が、想像以上に傷になるため、あまり先手を持って指す気がしないというほか、佐藤康光は一直線で終わることが好きでなく、後手の勝率が高いイメージがあり、以前先手を持って指して第1号曲を勝利した森内俊之も最初は、 ありがたいと思ったが、考えると、難しいことが分かったという。図3以降は6八玉とし、1回5個角に3七 k 4四 k もしくは3候補、同比同角という戦いを選ぶか、8四 k 7一銀8三角などの攻めの手順が示されているが、以下は6二桂ツラ7 k なり8五比6に、正桂8三比7一正桂や6七 k 同金8五比など、 先手も難しく、谷川康二によると、先手のリードが消えている気がするという。また藤井武氏は、先手の玉は狭くて、後手の玉の方が硬い、この状況下で攻めているということは、先手が良くならないとおかしいとしている。横太り八五比は、上記の丸山の例以外でもタイトル戦の大舞台でも、たびたび現れる戦法となった。 劇的な一手で勝負がほぼ消してしまうこともあり、2004年の名人戦における74歩、2004年竜王戦における37歩などはその例であろう。だが、近年は前述のように一手で勝負が決まったり、事前の研究力で勝負が決まったりする傾向があり、あまり刺されなくなっている。ご手番一手損角代わりご機嫌中尾者などが登場したことも一因である。 オールラウンダータイプの騎士には採用されることが少なくなったものの、高橋道夫や考案社の中座間などの騎士は積極的に採用して、深浦光一や渡辺明といったタイトルホルダーに勝利するなど好成績を収め、少数の限られたスペシャリストたちの戦法として指し続けられている。2008年度は、 初めて後哲外の勝率が先手番を上回るという後哲外の先法の多様性を反映した画期的な年度であった。八号飛先法の改良も一因であったと考えられており、後哲外では八号飛と抗言していた高橋が永久に昇級したこともさらにこの先法の優秀性を再認識させる契機となった。2009年のタイトル戦でハブが八号飛先法を 連載して、先手が新たな対応策を迫られる状況となり、先方の新しいステージでの進化が進み始めている。ハブに、三浦博之が挑んだ2010年の名人戦では、4局中3局が横太りになり、うち2局で八五比と引く形になった。第1局ではハブが、第2局は三浦が八五比側を持ったが、どちらもハブが勝ち。 八号非戦法という視点から見れば一勝一敗という結果であった。なお、松尾歩美は、その後中原が恋の玉を本来の定位置である四位置ではなく五人に置く差し方を採用し、2013年度の第41回将棋大賞にて、増田構造賞を受賞している。ありがとうございます。